評論家ではなく恋愛パンダです。はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。今日もね、婚活の話をやっていきたいと思うんですが、今日は女性のための特別動画です。まあ、男性の方もね、見ていただいて結構ですが、まあ、女性にとってね、すごく勉強になる、まあ、そういう話を、したいと思います。なのであんまり男性が見てもね、これためにならないんですよ、正直。なのでできればね、女性の方の方が、ぜひね、見てほしいと思います。よろしくお願いします。で、まあ、婚活市場、まあ、婚活結婚相談所とかね、利用して婚活してる人いっぱいいると思うんですけど、婚活市場で30過ぎ、いわゆる、アラサーですね。アラサーの女性って、大量に余ってるんですよ。で、僕が入会してるところはね、30代が非常に多いです。40代も多い。20代がね、あんまりいなくて、30代、40代にウェイトを置いてます。まあ、それもね、やっぱり30代の女性って結婚できないから、長期在籍して、お金になるっていう、まあ、ビジネスモデルじゃないかなと思います。で、まあ、結婚相談所の場所によったらね、20代をすごくね、たくさん取りたがるところもあって、なんで20代を取るっていうかというと、20代取ったら売れるから、一番売れる人気商品をたくさん集めるっていう、まあ、手法のね、結婚相談所もありまして、そういうところはね、結構男性が人気なんですよ、男性に。で、まあ、若い女性がいるから高いスペックの男性も来るっていう、まあ、そういうビジネスモデルになってる相談所もあります。ただ、まあ、僕が入ってるところはね、3、40代が多いですね。で、まあ、全然違うんだけど、他とね、タイプが全然違います。で、その話は置いといて、今日はね、婚活市場でアラサー女性がね、余ってるっていう、その現実についてお話しします。で、経緯なんだけど、まあ、これ意外とね、知られてないんですよ。で、結局さっきもちょっと言ったように、婚活ビジネスでは教えてくれないんですよね。だってお客さんじゃないですか。お客さんにあなたアラサーだから結婚できないでしょとか、そんなこと言わないわけで、言いませんよね。絶対言わないです。これは婚活ビジネスとして、やってるからです。あなたアラサーなのになんか結婚できないでしょとかね、低スペックで容姿も悪いのに結婚できないですなんか言わないじゃないですか。むしろここは婚活ビジネスとしてやる場合、長期在籍してもらうことで、収益性を上げるっていう観点からも、不細工でね、アラサーの女性に来てもらった方が会社は儲かるんですよ。だからそういうことは言いません。それもビジネスだから。で、アラサーの女性がね、実際大量に余ってるんですよ。余ってる。これね、なんか、結構勘違いされてる方いっぱいいるんだけど、なんか、結婚相談所に入ったらね、自分の理想の男性とね、結婚できると思ってる、女性がいっぱいいるんですけど、一番モテるのは、25歳前後ですよ。25歳前後の女性が一番モテます。だからそこはもうすぐね、なくなります。もう人気商品ですね。お店で言ったら超人気商品で、もうね、すぐなくなるところが25、6ぐらいです。で、まあ、じゃあ、現状ってどうなってるかというと、アラサー女性は結局ね、婚活市場で需要がないんですよね。で、需要がないんだけど、ただ需要があるのはどこかっていうと、このね、アラフォー男性からの申し込みです。アラフォー男性からの申し込みがね、非常にね、あって、アラフォーからの男性の、まあ、需要が高いと、アラサー女性っていうのは。だけど、女性って、やっぱり、年上の男性が好きって言っても、あんまり年が離れてるとか、40になると嫌だっていう人が結構いるじゃないですか。だから結局、ミスマッチする現状が起こってます。で、まあ結論なんだけど、アラサー女性が理想とする年齢が近くて年収500万以上でイケメンっていうのは、これ絶対無理なんですよ。ここを結局、スペックの高い女性も狙うし、普通スペックの女性も狙うし、低スペックの女性も、この層を狙うんですよ。だけど、こういう年齢、このなんだろうな、比較的ね、年齢が近くて若くてね、年収500万以上でイケメンっていうのは数が少ないし、いてもほぼいないんですよ。
全体の割合からしたらほぼいないんで、結局そこに女性のね、例えば80%か90%が集まっちゃうと、すごい競争になるじゃないですか。競争になって結局勝てるのは一人なんで、うまくいかないと。で、結局、婚活に1年、2年、3年ってね、3年ぐらいいる人たちとかもね、結構出てきて、費用がかかるわけなんですよ。で、僕が言いたいのは、なんだろう、数パーセントしかいない層に申し込む、狙うより、比較的ね、取りやすい、ブルーオーシャンの、位置づけの男性を狙うと。これが一番婚活で成功する、秘訣ですね。わざわざ自分からね、レッドオーシャンに飛び込むとかってバカじゃないですか。どう考えても。自分からね、レッドオーシャンに飛び込むっていうのはこれバカなんですよ。だから、ブルーオーシャンの方に、飛び込んで、そこの中から、ブルーオーシャンの中からいい人を選ぶ。これがね、やっぱり理想ですね。で、これ、まあ、最後はね、見てくれた人の特典で、ぶっちゃけトークをしてます。で、まあ、途中でね、見なかった人はね、まあ、そこに特典はないんだけど、結局だから、年収とかね、イケメンとかそういうのだけでね、判断せずに、例えば年齢がね、比較的近い方がいいんだったら、年収はね、低くなるわけで、50でもいいんだったら、まあ、年収500万以上とか普通にいるわけで、そこのね、駆け引きというか、一番、じゃあどういう層の男性が多いかとかを考えると、比較的そのブルーオーシャンっていうのは見えてくるはずです。で、ブルーオーシャンの中で入って自分が選ばれた時に相手を選ぶっていう手法じゃないと、最初からね、レッドオーシャンに飛び込んで、競合のね、ハイスペック女性がいっぱいいる中で、いや、私が選びたいんだとか言っても選ばれないんですよ。だから、レッドオーシャンに飛び込む必要がなくて、ブルーオーシャンに入った方が絶対いいわけなんですよね。っていうことで、それが分かってたら結婚できると思うんだけど、それが分からない人は結局ね、ここの、ずっと未婚のままってことになります。30過ぎてもずっと未婚のままでね、結婚できないっていう話になります。ということで、今日はね、結構女性のために本音で、いいこと言ったつもりでいます。まあ、僕の動画結構ね、女性の視聴者もさんも多いんで、まあ、リスナーの方も多いんで、あんまりね、男性の話ばっかりすると、ブチ切れたりする人がいるんでね、今日はね、本当に女性のためになるね、そういう動画をやりました。最後までご視聴ありがとうございました。これからも婚活系の動画やっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。